This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。1月31日月曜日です。ラジオお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。首相は2月1日からテスト&ゴーで外国人観光客を受け入れる準備は整っていると述べています。タイの加工果物が国際市場で大きな一歩を踏み出しています。政府は観光データベースの統合を模索しています。春節の出費は今年も減少するとみられています。それではまず、はじめのニュースです。首相は1月2日からテスト&ゴーで外国人観光客を受け入れる準備は整っていると述べています。外国人観光客を隔離免除で受け入れる入国システム、テスト&ゴーが2月1日から再開されます。これに先立ち、プラユット首相は、タイのシステムは準備ができているとの確信を示し、できるだけ早くタイの観光を回復するために、外国人観光客をテスト&ゴー形式での入国を歓迎すると述べました。テスト&ゴーは、ワクチン接種済みを条件に、タイ入国時の隔離を免除するプログラムで、1ヶ月ほど前に新型コロナの変異株、オミクロンの感染急拡大を受けて、開始からわずか7週間で中止とされることになりました。しかし、感染拡大が収まりつつあることから、テスト&ゴーを2月1日から復活させることにしました。保健当局は、オミクロン株はテスト&ゴーが再開されても、タイの医師と公衆衛生システムが対処できると確信しています。これにより、2022年、タイを訪れる外国人観光客の数は800万人、そして48億バーツの収入を生み出すと予想されています。2月1日からのテスト&ゴーでは一部条件が変更されています。これまで政府が負担していた PCR 検査費用は自己負担となります。タイに到着する7時間以内に受けた PCR 検査が陰性で、ワクチン接種を終了していることが入国の条件ですが、タイ入国後はさらに到着の1日目と、そして5日目と PCR 検査が2回に追加されています。2回の PCR 検査費用は2400バーツです。テスト&ゴーの対象国と地域は合わせて63カ所となっています。次のニュースです。タイの加工果物が国際市場で大きな一歩を踏み出しています。輸出品の可能性を高めるため政府は農家を支援するとともに世界市場での販売機会を増やすための支援を行っています。タイ経済の成長には農業が大きく貢献しています。農産物はタイの国と生産者にとって最も大きな収入源であり、農業の改善は行政にとって極めて重要な課題となっています。タイは自然の農産物と美食で知られており、果物をはじめとしてタイジャスミンライスなど世界中で消費され人気の商品となっています。しかし農場で収穫された新鮮な作物は長距離輸送の間に腐敗したり傷んだりすることがあります。そこで政府は国内の企業家に対して農作物の保存方法と収穫した農作物の保存期間を延ばすための最新の梱包技術について教育を行っています。
そんな政府の支援の中で最も成功した製品の一つがティム・トラム社のチップ&チリと呼ばれるバナナの加工品です。同社は非公開県産のバナナをバターやトムヤムクンなどのフレーバーを加え、さまざまなバナナチップスに加工しています。1日3000キロ以上の生産が可能で、オーナーは今後さらに多くの国での販売を目指しています。チップ&チリブランドは現在中国のスーパーマーケットで販売されています。国際市場におけるタイ製品の認知度を高めるため、商務省の貿易交渉局は国内の中小企業に対し既存の自由貿易協定を活用するよう促しています。また地元の農業従事者に製品改良に関する相談を行い、国際基準に適用するよう商品の標準の向上を支援しています。次のニュースです。政府は観光データベースの統合を模索しています。観光総局は観光産業を強化するため観光関連のデータベースを統合することを検討しており、サービス部門を皮切りに統一データベースを作成する活動を開始しました。観光局、地方行政局、保健サービス支援局は国の観光産業の強化を目指し、観光とサービスのデータベース統合に関する協定に調印しました。観光局のタウィサス局長によりますと、活動はまずホームステイ、スパ、マッサージなどの観光関連サービスに焦点を当てています。これらの施設は現在の新型コロナの感染状況によりさらに高い安全基準が求められるため、これらの活動を実施する予定です。統一データベースの構築後、これらの機関はパンデミック後の観光産業のさらなる発展のために関連機関からデータを収集し続けていく方針です。次のニュースです。春節の出費は今年も減少するとみられています。タイ商工会議所大学の調査によりますと、タイにおける今年の旧正月春節絡みの支出は合計396億バーツ余りにとどまる見通しで、3年連続で前年比減となりそうです。春節は中国の旧暦の元旦で、2022年は2月1日です。タイは中国系の人が多く、春節の期間中は休業する商店や会社が少なくありません。ナタウッド学長は経済の先行きに対する不安、物価の上昇、新型コロナの感染拡大が続いていること、家計債務の増大などで消費者は懸念を抱え支出を控えていると指摘しています。今年は人々が春節のためにあまりお金を使わないことで GDP が 0.05 ポイントほど押し下げられる見通しだとしています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。首相は2月1日からテスト&ゴーで外国人観光客を受け入れる準備は整っていると述べています。タイの加工果物が国際市場で大きな一歩を踏み出しています。政府は観光データベースの統合を模索しています。春節の出費は今年も減少すると見られています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。
イランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.